皆さんこんにちは、アンジーです。今12号線から水源地通りに入った絵を見ていただいてるんですが、これまっすぐ行くと南郷通りに当たる通りなんですけど、地下鉄駅でいうと南郷7丁目駅にぶつかる通りになっております。でこれをもう少しまっすぐ行くと今回の目的地にたどり着きます。もう少し先ですね。はい、右手に見えました、三春湯です。ゴーケロリン、ゴー、よしよし、三春湯、三春湯来ました。美しい春とかいて三春湯家族風呂じゃないですか、こちら。ちょっとね、こっちはね、家族風呂だけど、あの、取れ高の関係上ね、ちょっとこちらで今撮ってるけど、入るのはぐるっと回った。そうだね、こう側からこうが入ると、自分2回入ったことあって、確か水風呂が冷たいっていうのがよくありますね、サウナは普通にゆったりと、ゆったりと入れる。あとはここの店長さんのツイッターを見るとね、日替わり湯、日替わり湯の入れる所作というかね、それがすごい。それにね、入ってもらって、でいい匂いつけてサウナ入って、帰り際に店主の方にあ、どうぞ、詳しくはツイッターをこっちゃって言ってこうね、うわってやればね、あれに入れると思うよね、ワクワクするけど。おう、まあ、アンジも前回は水風呂は入水には至ってないっていう話なんで、ね、ここでね、ここでしっかりと思います。入れるかな、結構一気に行った方がいいんですかね。一気に行って、とりあえずあの黙る黙るそしたらなんかね、こう薄いね、なんかこう膜みたいなのが、できる。歯衣っていうんですよ、サウナ用の。あの、動いたらね、その歯衣が剥がれちゃうから、もうすごい冷たいから、とりあえず黙る黙る、こうやって。あと個人的には息を止めるの、最初息止めて入っちゃって、で鼻なり口なりゆっくりはーって呼吸をしていくと適応できると感じる。決め取れできますか。じゃあ行きますか。行きましょうか。こっちゃーって。レディゴー。オフ。今回はですね、三春湯の店主さんでいらっしゃいます中澤さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいいですね自分何回か来たことあるんですけど。ありがとうございます。リニューアルされましたよね。しました。これは何でなんですかね。2018年に、私の、母になるおかみが、腰を悪くしまして、あ、はい、旧番台に私が急遽座ることになったので、さすがに女性のね、あ、姿を直接見るのはと、いうのがあって、リニューアルしました。なるほど、そうですよね。番台がその入ってこっち側に、真ん中にありまして、はい、真ん中ですよね、はい、それをこっち側に、そうです。これ、あの設計とかは中澤さんは、はい、考えたんで、はい、らしいですね。で、この三春湯、はい、歴史、はい、をちょっとお話を伺いたいんですけど、はい、簡単に言いますと、はい、昭和36年に旭川で創業して、はいはい、札幌に来たが1976年、昭和51年。あ、もともとは旭川の方であったと思う、はい、
そうですね。あ、そうなんですね。で、今に至る。旭川から、はい、札幌に、はい、来て、はい、売り上げ何なんですかね、その表現主義か。ジャスティス、現実主義か。ちょっとお金の方で話になっちゃう。いやどうぞ、ね、当時、私のね、先代なんで、まあ、じいちゃんっていうか、はい、なるんですけどね、はい、その頃は銭湯なんて、ね、もうワンチャンがあったんで、はい、まあ、儲かってらっしゃるでございまして、で、この三春湯さんなんですけど、はい、おすすめのポイントをちょっとお話伺いたいんですよ。おすすめのポイントは、はい、まず2つありまして、2つ、はい、まず1つ目は、はい、背景のタイル絵。タイル絵です。素晴らしいですよね。まあ、違いますよね。男湯と女湯。違いますよね。そこも魅力一つ。二つ目は、飽きない銭湯。飽きない銭湯。がうちの魅力かなと。この二つです。飽きない銭湯、これ大事ですかね。中澤さんのツイッターの中の人でございまして、こう、もう毎日やってる、今日のやってる音をね、僕は楽しみに見てます。ツイッターであのやってます、ね。あれがもう、あれが中澤さんが進化やってる。はい、私が。自分もあのツイッターで時々チェックしてます。はい、振り方の、はい、このバリエーションがどんどん増えて、はい、今度はこっちの今日の湯はなんかスカイミントこのカメラアングルに今度どんどんこう。いろいろ見ていただいて、その変化、あまりそれ、ね、解説するの恥ずかしいですその変化も解説の恥ずかしいんだけど、ちょっと自分さえ終えないよね、こう楽しみで自分ちょっとそこ楽しみで、こう変えてきたからやっぱり飽きないなと思って飽きないそこも含めて、そこも含めて飽きない銭湯で、自分のね、この三春湯さんのおすすめポイント一つ挙げるとしたらですね、こちらに化粧水とうがい薬、これ置いてある。これはなかなかないですよね。置いてないし。それに、ここは女性の方のところなんですけど、こちら、ロビー君が今、これはドライヤーです。で、こっち無料ですよ。無料で、ドライヤーできる。そして、向こうにも、マッサージチェア2つありますよね。それも、普通なら10円ぐらい、10円、20円かかるんですけど、こちら、三春湯さん無料でございます、これ無料で、なんか通販番組みたいになっちゃったんだけど、これこれ無料でマッサージできるえ、今ならですか今ならずっとですかずっと無料でございますからね、これこれ素晴らしいですよ。やっぱり自分が銭湯入ってお風呂上がりにどっかが小銭出してドライヤーなり、はい、ね、そうですね、ないりするのってせっかく綺麗になったのに、そうですよね、お金触るのとかってちょっと、ね、手間かかるなと思ったんで、無料にしました。優しい、とにかく優しい三春湯、本当にね、素晴らしい銭湯でございますというわけで、今回は、三春湯さんの店主でいらっしゃいます中澤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいね、温度の割に汗かくよね、ここはね、うん、やっぱ水風呂がね、入れた、入れました。お、うん、なして、マジか、入れました。1回目2巡目で、おう、ちゃんとこうここまで行った。あ、いや、おお、すごい、やりましたねまずスチームサウナ、うん、設定50何度って書いてたんですけど、うん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 、50度台とは思えない熱気で、やっぱ暑い、暑かった、マジ息できねえと思ってまずタオルをここに当てて、はい、ね、呼吸をまず呼吸を確保して、3分の砂時計だったから、まず3分頑張ろう、うん、ってなってその3分を2回弱ぐらい、5分ぐらいかな、うん、5分ぐらいまず1回目やって、うん、でその時は水ちょっとジャバかけるだけにして休んで、で2巡目行って、
また5分ぐらいやって、でその後ジャバした時にこれいけんじゃないかなって、うんうん、って言ったらいけました。やりましたね。羽衣、羽衣も感じた、感じた。確かに動いたら秒で剥がれるじゃんと思って、だからじっとしてたらあの大丈夫。これね、場合によっては水風呂が、まあここのは全然普通のね水風呂でも、場所によってはこう泡風呂の水風呂バイブラのバイブラっていうんですの水風呂もあるんですよ。その時は固まろうがその泡だからもうすぐにこう剥がれるからもう冷たい状態羽衣剥がし、そう羽衣剥がし、もうそれもう慣れちゃえばもうまだ壁がありますね。まだちょっと水風呂クイーンの称号はちょっとまあね、あげれないぞ。気持ちよかった。強かったね。お腹の調子はどう？なんかね、減りましたね。やっぱりこうなんだろう、循環してるからなのかな。風呂、うん、サウナ入った後はなんかこう入れたいもんですね。入れたいもんですね。まずは腹ごしらえということで、いきますか。キープレフト、やれ。3スン。どうしてやる？熱いストな感じがいいんだったらアクエリアス。それね、やったんすよ僕。あ、本当ですか。2年前の誕生日にやって生まれてきたこと後悔した。アクエリアスは特別な儀式があって、あれやばいっす、歌ってくれるんだよね。合図みたいなのがあって、で一応初めて召し上がる方にはあの説明書があるから、何があっても責任は取りませんよっていう、それを了承の上でというやつがあるんですけど、だから辛いの好きな方がいたらぜひ挑戦してください。チキンの値段、チキンベースの、チキンベースの値段で、はい、モモの、はい、トマトベースで、はい、天空で、天空で、はい、とココナッツアイスくださいね。ココナッツアイス、はい。かわいい。あとライスが大盛り無料でしたけど、ライスどうしますか？普通で、普通で、はい。お願いします。はい、あとお店のこのオリジナルのキャップをかぶっていただくと、ニコニコスマイルトッピングっていうの、このオリジナルの T シャツだったり帽子かぶってきてくれたお客様にはトッピングがつくんですよね。その日によって日替わりなので、なんで？以上で大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ、はい、あとあちらの中央テーブルのところにフリードリンクあるんですけれども、ご利用の際は手袋とマスクの着用だけお願いいたします。お待たせしました。はい、失礼します。こちらモモの天空元気カレーです。こちら本日のニコニコスマイルトピが軟骨ボールになってます。こちらですね、はい、チキンの値段でお待ちのお客さん、はい、失礼いたします。はい、こちらココナッツアイスでーす。やったいただきます。いただきます。いただきます。よかったです。かわいいな。あ、天空やべえなこれ。真夏の天空やばいでしょ。ラビュータ、うん、おいしい。うまい。麺ってディープ。ああ、これ違う。何だ、ビーフン。ベトナム。いや、分かんない。何、ディープ、クイティオってやつじゃないか。クイティオ、クイティオ、クイティオ、
あ、ここに書いてある。なんか麺みたいな、麺みたいな、なんかパリパリしてるけど後からしっとりする。スープカレーというよりはロビー解釈的には辛い野菜スープという、うん、指定する辛さが上がるごとに中の具材も自然に増えるシステムらしいので。え、辛さによって違うんですか？そう、具材が増えるからそれだけ辛くした方が野菜も増えるんで結果味わいが深まるという。知らなかった。あ、これ超えてきました。来た、早いね。超えてきました。これ10分と言います。お、いた、うまい。イエーイ。食べましたか？いや、本当初めてのマジックスパイス、マジックスパイスだったと思う。どうでしたか？いや、初めてのマジックスパイスだったんですけど、もう絶頂です。美味しかったです。あ、引かない。今、いいとこでしょ。今、ちゃんと締めたからこうでしょ。いいでしょ。いいでしょ。もういいって。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした？天空、意外といけました。天空は、辛さで言うと上から2番目だね、ラピュタ。おー、いけたんすね。意外といけましたね。結構辛さの向こう側早かった。辛さの5分ぐらいで行けました。5分弱で行った。5分ぐらいで行けました。あと下山だもん。だんだん甘さを感じるようになってきて、うん、楽しくいただけました。次は、うん、これなんて読むんだろう。コク。コク。一番上行きますか。コク行ってみたいなと思います。機会があればあれを、あれ。あ、まさかこれは。アクエリアス。そう。アクエリアス。